クルリ線は、千葉県木更津市の木更津駅から、君津市のカズサ亀山駅までを結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。かつて機動車王国と呼ばれた房総半島に残る数、少ない非電化路線で、千葉県内の JR 線では、唯一のものである。列車無線が整備されていないため、乗務員との連絡や、運転規制の通告は、駅社員を介すか、 衛星携帯電話や、業務用携帯電話にて行われている。集客イベントとして、スタンプラリーや、駅からハイキングなどのイベントを、JR 東日本や沿線自治体の木更津市、君津市、袖ヶ浦市などが開催している。2009年3月14日より全線が、旅客営業規則の定める、東京近郊区間に指定されたが、くるり線内では、 スイカなどの IC 乗車カードの利用はできない。東京都内からは JR 線で最も近いスイカ未対応路線である。なお、マクダ駅スタートのうまくたハイキング開催の折には簡易 IC 改札機が設置された。また、前線において休日を出かけパスを利用できる一方で、のんびりホリデースイカパスはスイカ未対応のため利用できない。前線が千葉支社の管轄である。 クルリ線所属駅に緑の窓口は設置されていない。クルリ線は千葉県が道路事情の悪さをカバーするため県内各地に建設した県営鉄道の一つで建設当時は期間7 6 2ト、mm、ルの平便鉄道であった。建設工事は第2本帝国陸軍鉄道連帯によって訓練の一環として行われた。 1922年に制定された改正鉄道布施法別表第48号の予定線に千葉県木更津よりくるり大滝を経て大原にイタリル鉄道が挙げられたことから1923年に国へ無償状とされ鉄道省のくるり線となった1930年には1 0 6 7ト、mm、ルへの改め機が完成し1936年には 上ズ亀山まで延伸されたが、その先へ伸びることはなかった。この延伸区間は、太平洋戦争中の1944年に、不要不急線として休止され、戦後の1947年に復活するという経過をたどっている。なお、予定線の大原川は、木原線として1930年に開業した。戦後は、京葉工業地帯の通勤客が増えるが、 それでも関山線区の域を出ない。しかし将来性が認められて国鉄諮問委員会による赤字ローカル線廃止勧告を免れる。1968年には千葉駅直通列車が廃止される。2009年に全線が東京近郊区間に編入される。平日、土曜、休日ともダイヤは共通である。木更津発着の列車のほか クルリ駅カズサ亀山駅間の区間列車も設定されている。運転本数は、木更津駅クルリ駅間が1時間に1本程度で1日17往復、クルリ駅カズサ亀山駅間は日中に5時間以上、運行がない時間帯がある。一部列車はクルリ駅で乗り換えとなる。日中は1から2両、朝夕ラッシュ時は2から4両で運転される。土日祝日及び、 学校の長期休暇シーズンは、ラッシュ時間帯に減車が行われるが、ハイキングのシーズンの休日は、日中でも4両で運転される。3両以上で運転されるときは、下郷駅カ佐亀山駅間のホームが短いため、進行方向、前より2両のみ、扉扱いし3両目以降は、ドアカットされる。このため、カ佐亀山駅では、折り返しの際、 校舎終了後一旦ドアを閉め、車両を一行範囲前方へ移動し、客扱いを再開する。2013年3月16日のダイヤ改正より、一部の列車でワンマン運転が実施されている。2014年3月15日のダイヤ改正では、上坂亀山駅発着列車の一部が、くるり駅折り返しとなり、日中時間帯の列車が減便された。 2017年3月4日の改正からは、上佐亀山発の一番列車が5時台から6時に、木更津発上佐亀山駅の最終が21時台から20時台に変更され、5時台の木更津行き一番列車は、クルリ始発に短縮となり、クルリ駅上佐亀山駅間は下り8本、上り9本の運転となった。臨時列車や観光列車については、 現在は観光シーズンにくるり止まりの定期列車が、カズサ亀山まで延長されるのみで、ジョイフルトレインや他選所属の機動車を使用した、臨時列車はほとんど運転されない。2019年からは、カズサ亀山までの臨時の延長運転が、ゴールデンウィークや夏休み期間にも拡大されたほか、 同年7月27日には、サイクルツアー実施に向けた、関係自治体向けの市場モニター調査で、サイクルトレインを運行することになった。過去には2007年4月に、千葉デスティネーションキャンペーンの一環として、キハ48、経営、ビューコースターフークを使用した、臨時普通列車、風コクルディ号が運転された。2009年には、旧型客車を、 手重計ディーゼル機関車が牽引するのんびりくるり号が運転された。2013年3月16日のダイヤ改正時よりワンマン運転が開始されている。対象編成は1.2両編成の列車であり、2両の場合、後部に連結された車両のドアは締め切り扱いとなっている。ただし、木更津駅、横田駅、くるり駅ではすべてのドアが開く。なお、 ワンマン化がなされた列車であっても、それが困難な場合や一部区間では、車掌が乗務することもあるとされるが、その場合でも改札は運転手が行う。なお、国鉄千葉動力者労働組合は、ワンマンによる運転を批判しており、これを取りやめるよう主張している。2012年12月1日からは、幕張車両センター、 木更津発出に所属する、木灰130系100番台が使用されている。木更津駅を出発するとすぐに大きく、東方にカーブする。しばらくは、農地と住宅地が点在する平地を走る。帯津側につかず離れずという感じで、しばらく路線は続く。東横田駅からは南方にコースを変える。徐々に標高は高くなり、起伏が目立つようになる。駅からは、 山間地に入り、帯塚川沿いの急な流れや、急な崖などを進み、また上佐・松岡上佐・亀山間では当線には2カ所しかないトンネルが現れ、終点上佐・亀山駅に到着する。2019年度の時点で、JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅は、木更津駅、横田駅、幕田駅、久留里駅の4駅であり、 それ以外の駅は完全な無人駅のため集計対象から外されている。各年度の平均通過人員は以下の通り、ありがとうございます。